生まれるのでしょうか。このゲームはブラジルサンパウロ州サントスにありますエスタディオ・ウルバーノ・カルデイラで行われます。この時間はシント・トロイデン対マンチェスター・ユナイテッド、こちらをご覧いただきます。今夜の現地ですが晴れの様子、両チームいいコンディションの中今夜のマッチを迎えました。このゲームの解説は元日本代表ミッドフィルダー北澤剛さんです。北澤さん、どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。ファーストハーフキックオフです。シント・トロイデン対マンチェスター・ユナイテッド。この序盤はやはり大事になってきますよね、はい、様子を見るのか積極的に仕掛けるのか、お互いどんなプランを考えているのか注目したいですよね。なるほど。では立ち上がり見てまいります。さて北澤さん、この試合で気になる選手がいたら誰でしょう、教えてください。どんなルンマでしょうね。あの長い手足を使ったセービングが印象的ですよね。アスリートとしての身体能力が高いので、これが入ったかなというシュートも止めてしまうんですよね。この試合も彼のセーブのおかげで勝ったと言われるような活躍をしてほしいですよね。はい、やはり監督も彼の活躍に期待していることでしょう。メッシ、長いボールを入れます。スルーパスを狙う。ここは抜かせません。マルキーニョスへ、メッシ。さあカウンターのチャンスになります。ライカールト、ライカールトからメッシ、ここでマッチアップ。出るか、シュート。いやー、一連の流れ、スリーパスを受けてからのシュートでした。駆け出し、そして最後のコントロールギリギリまで見てましたよね。キーパーから前線へ、クリスティアーノ・ロナウドから右へ、厳しくチェックします。今日はまだゴールシーンは見られていません。ご覧のように0対0です。これは読んでいました。ネドベド、ライカール、ファンニセルロイからメッシ、これはチャンス、シュート。ドンナルンマ、ドンナルンマ、すごい反応を見せました。今のは決められてもおかしくないですよね。ファインセーブですよね。決定機を阻止しました。頭できた。いやー、よく止めましたよね。いい反応でしたよね。ファインセーブですよね。フリッ、この高さはやはり脅威になります。これは合いません。さあカウンター、スピードを上げたいところ。ネイマール、裏へ届くか、スルーパスを出す。この位置でボールを受けます。アレクサンダー・アーノルド、ライカールトへ、スルーパス。ここからカウンター早いでしょ。ここは繋がりません。高から縦へのボール、ファンニッセルロイからフリット、
あっと、この位置からプレッシャー、ここで奪われると危険です。ネドベド、このボールをカットします。いいですよ、ポジション切り替え。さあメッシ、これは合いません。アレクサンダー・アーノルド、ライカールトへ、とどうしたんでしょう。自分で行く、足の切り替えも早いでしょ。抜けるか、来たぞ、危ない、どうだこのシュート。マンチェスターユナイテッド、カウンターを仕掛けていきます。メッシ、まあ、中盤でしっかり抑えているというのは重要だと思いますね。カカ、いや展開早くなってましたね。フリットへ、これはチャンスだ、シュート、決まった、先制、マンチェスターユナイテッド。前半終了直前、見事に決めてきました。美しいカウンターからのフィニッシュでした。いや迷いのないカウンターでしたよね。奪ってからの展開も早かったですし、ちょっと相手はついてこれなかった感じですかね。見事でした。マンチェスターユナイテッド、先制ゴールが決まりました。1対0、いい時間帯に取れましたよね。これで後半のプランが立てやすくなったんじゃないですかね。確かにそうですね。ここも固い守りでボールを奪います。ここでファールがありました。ここで長いホイッスル、前半終了です。結果前半1対0。さて北澤さん、ここまでについて何かございますか。マンチェスターユナイテッドとしてはしっかり守ってからの速い攻撃っていうのがうまくはまりましたよね。シントトロイデン対マンチェスターユナイテッド、マンチェスターユナイテッドが1点先制して前半を折り返します。後半ゲームはスタートしています。マンチェスターユナイテッド 1-0 リードです。ロドリ、ロドリからクリスティアーノ・ロナウド、クリスティアーノ・ロナウドから右サイド上げてくる、どうだ、クリアです、奪い返します。この位置で受ける、繰り返しクロス、クリア、このピンチをなんとか出します。ネイマール、左サイド上がっていきます、どうだクロス、カカ、裏を狙っていきます、ファンダイク、縦のボールを入れてきますが、これは合いません。クリスティアーノ・ロナウドからメッシ、メッシからネイマール、このボール奪いに行きますと呼んでいた、メッシ、積極的な守備を見せます。これはファールではありません。インターセプトを狙う、アレクサンダー・アーノルド仕掛けるか、ボールのこのパス、さあ裏を狙っていきましたが、これは通りませんでした。パウ・トーレスからの長い縦パス、ネイマールからクリスティアーノ・ロナウド、メッシに渡る、今の攻撃良かったですよね。形は作れているので、これを続けてなんとかゴールをこじ開けたいところですよね。そうですね、自分たちのスタイルを貫くべきということですよね。メッシからフリット、ネドベド、カットに行きます、メッシ奪いに行きます、ネイマール、堅いディフェンス、マンチェスターユナイテッド、カウンターを仕掛けます。さあ繋がるか、絶好の位置で受ける、抜け、シュート、
スになる。さらにいった。いやー、よくこれ守りましたよね。まあいる位置が良かったんでしょうけども、気迫を感じましたね。ここは繋がりません。ネイマール、ネイマールから左へ、スピード上がってきますよ。さあ左へ預けて、ロドリからジョルディアルバ、セードルフに渡る。カウンターですよ。これは繋がりません。スルーパス、ここからですね。空いてますからね、縦行きたいところですよね。ジョルディ・アルバが上げる。ウバルディオル、危ないところでしたが、なんとか切り抜けます。スルーパスを出す。さあここでカウンター、ファンニステルローイからアレクサンダー・アーノルド。マンチェスター・ユナイテッドとしては今のはいい攻撃でしたよね。これはファールの判定、レッドカードが出てしまう。これみんな心配そうに見てますよね。大丈夫ですかね。マンチェスター・ユナイテッド残るは10人となってしまいました。Substitution on the field. 両チーム同じタイミングで動いてきます。クリスティアーノ・ロナウド。ナンバー3。さあドログバ。ドログバから左サイド。ナンバー21。どうだ。マンチェスター・ユナイテッド、アワヤというシーンでしたが、ここはしのぎます。シュート。リエロ・ナシ。シントドライテンとしてはやはり高さを使ったドリブルをしてくるでしょうね。Number 11, Number 15, Bernardo Silva, Number 66, Number 17, Kevin De Bruyne, Number 9, Robert Lewandowski. このボールは流れてしまいます。ドログバへ。ここは奪います。シントドライテンとしてはいい攻撃だったんですけどもね、焦りもありましたかね。もう一度丁寧につないで1点取りに行きたいですよね。さあドログバ、さあカウンターを仕掛けます。ベルナルド・シウバ、さあ左サイドへ、ベルナルド・シウバからファーサイド、ウバルディオル、危ないところでしたがなんとか切り抜けます。マンチェスターユナイテッドとしてはこのまま終わりたいところですよね。そうですね、タイムエンドのホイッスルはまだかまだかという気持ちでしょう。フジョル、マンチェスターユナイテッド、ここは時間を使います。このボール奪いに行きます。そしてここで最後の笛、1対0、激闘を制したのはマンチェスターユナイテッド。前半のゴール